赤耳メ属は、カメモクヌマガメ科に属する属。模式種は、赤耳メ。アメリカ合衆国、アルゼンチン北東部、イギリス、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア北部、ジャマイカ、トミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ。最大種は、中米クジャクガメで、 最大高長 60cm と本属のみならず、沼亀か最大種最小種は、テーラー赤身み亀で、最大高長 22cm。背高は扁平か、ややドーム状に盛り上がる。甲板の表面は滑らかで、成長輪はあまり発達しない。俗名は、ザラついた亀、荒い亀の意で、甲板表面にシワが入る個体もいることに由来すると、 考えられている。上顎の交互面には突起が並ばない。メスはオスに比べると肺高が幅広く、高高が高い。オスの生態は、粉炭が突出し、前肢の爪が曲線的に伸長する種もいる。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、相肺接口全体が肺高の外側に位置する。 さらに全身や一部が黒く変色する個体もいる。メスは、尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、相配接口の大部分が廃校よりも内側にある。以前は、ニシキガメ属やクルターガメ属と禁煙とされ、これらの属に含めることも多かった。しかし近年の分子系統学的解析では、チズガメ属やキスイガメ属が、本属の一部と単系統群を形成すると、 推定されている。河川や湖、地表などに生息するが、寄水域に生息する亜種もいる。別名や和名、英名にもあるスライダーは、滑るもののい日光浴などをしている最中に驚き水中に、滑るように逃げることが由来とされるが、ニシキガメ族やクーターガメ族も含めた総称として、用いられることもある。植生は雑食で、昆虫、甲殻類。 貝類、魚類、カエル、動物の死骸、水生植物、藻類などを食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は乱生。上記のオスの前足の爪が伸長する種では、メスの頭部の前で、オスが前足を震わせて求愛する。前肢の爪が伸長しない種では、求愛を行わずメスに噛みついて、 動きを止めた後に交尾を行う種もいる。主に淡水域の水辺で産卵するが、中米クジャクガメの一部個体群は、海辺の砂浜に卵を産む。生息地では、食用とされることもある。開発による、生息地の破壊、水質汚染、食用やペット用の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。多くの種、亜種では、生息地では保護され。 採集や流通が規制、禁止されている国や種もいる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に、赤耳ガメの飼育か繁殖個体が流通するが、他種は飼育か繁殖個体が少数もしくは稀まに流通するか、流通例がない。日本においては、以前は、赤耳ガメの別和種や、本属の構成種、 別属の構成種が区別されず緑亀として販売されていたこともある。アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。多くの種は大型になるため大型のケージが必要になる。ありがとうございます。